食べて生きられた。お前の歌だよと肩を抱いて歌ってくれた歌。感じですね。豊橋の山ちゃんさんはね、雪乃さんの多彩な曲を歌いこなしちゃうところに魅力を感じますというメッセージ。さすがですよね。他にも1位になりますようにという豊橋ののむちゃんさん、4月に入りいつものようにこの番組があるので嬉しいですとおっしゃるのは小学から三村敦さん、私も嬉しいです。他にもね、3位の国からさん、稲沢からは優子さん、島根のひっさん、津島市からは心配性の男さんに、千葉県の木更津からはザウナ32さん、まだまだたくさんのリクエストありがとうございます。今週第2位初登場は市川由紀乃さんの新曲名残歌お届けいたしました。